どうも、おはようございます。夢でネギョが釣りたくて、でネギョ用のワームで釣りをしていて、でググンググンって当たりがあり、そこで飲み込むまで待つぞと思い、ググングググングググングググン、なかなか乗らんな、ググングググン、30分後ググングググン、合わせちゃおうかな、ググングググン、1時間後全然乗らんやん。全然乗りませんでした。もう全然乗りません。釣れんかったんだ。釣れませんでした。もう全然乗らんかった。悲しい。夢なのにね。夢なのにすごく悲しくて悔しかったです。そうか。で、今回は、新米港マリンバーグに来ました。イエーイ。今日はね、王将です。最後だね。今日王将の最後だから、釣れるような気がします。で、あと、ネギ用のワームで、ネギも狙ったりとか、普通にマゴチも狙ったりとかしますので、早速、釣りをしていきましょう、レッツファンタジー。何来た？キス。よっしゃ。よっしゃ。やっと。一匹目。一匹目キス。おめでとうございます。ありがとうございます。釣れた？釣れた。よかったね。よかった。やった。母ちゃんゲット。ゲット。今日はね、むっちゃんもね、飛んだ。一緒に来てます。どう？来たかな？おー、来とる。おお。あ、一匹来た。なんかめちゃくちゃビビビビって来たんだけど。あれ？メゴチ？ハゼだ。あ、ハゼか。でかっ。やった。イエーイ。来たかな？キスだね。20センチだったのでいただきました。本当にありがとうございます。で、今日はいつもと比べると渋かったね。渋かったね。うん、朝もね、回遊魚はいなかったね。回遊魚はいなかったね。うん、海の中がボラの赤ちゃんだらけでした。本当だね。では次回もまた頑張りましょう。はい、バイバーイ。仕掛けは一応3種類。もうで、とりあえず何かあったら順番にちょっとやってみます。使ってみようと思ってます。これ全部針の形が違うんですよね。そうだね。一応全部7号で、であとはこっち、まあ何を使うかわかんないけど、ワームで、マゴチ、はい、狙ってみようと思います。頑張るぞ。釣れました。キスです。キスです。キスです。かわいいね、やっぱり。わ、卵いっぱい。カニちゃん釣れちゃった。危ないよ。ほら、カニちゃん2匹釣れたね。釣れた。何？多分渡り。何？多分マゴチ。マゴチ？マゴチ。これあれだもん。ワームだもん。ワーム？ワーム。うわー、ハウルだよ、これハウル。マゴチだ。本当だ、本当だ、マゴチだ。本当ね。いける、いける、入った。入った。よっしゃ。え、どうした？取れた。あ、取れた。お、すげえ。来たよ。もうこれいいや、ぶり上げるわ。今度バラさんからおお、
すげえ来た。来たよ。まあ、こっちだ。ここでかい。でかい。無理だ。無理だ。じゃあ、だ、あ、だい。すみません。ここでかい。お、やられる。ああ、大丈夫かな。お、でかいでかい。すみません。ありがとうございます。すみません。もうちょい、もうちょい、もうちょい。もうちょい。あんた？まだ。まだ。あいや、引っかかっとる。あ、どうかな？よっしゃ。あ、入りました。やったー！よっしゃー！ありがとうございます。よっしゃー！よっしゃー！よっしゃー！でかっ！うわ、でっけー！でかかった。よっしゃー！おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。よっしゃー！きたー！57。イエーイ。おめでとう。ありがとうございます。お？あ、あ、今日8月26日の新舞子マリンパークの超かわじゃじゃーん。まずキスが6匹とハゼが数匹とあとこのネギョ、またまたむっちゃんがワームで釣りで20センチあったのでもらいました。ありがとうむっちゃん。であとこれ見てください、このマゴチでかいね。でかい。これね57センチありました、測ったら。これはね初めて陸っ張りから、うん、ワーム釣りで釣れました、うん、釣れた、ね、初めて、うん、であとこの釣れ、このマゴチが釣れた、うん、ワームは、うん、白色のハウルのワーム、うん、27個、うん、来ました。よかったね。よかったよ。リベンジしに来たようなもんだね。まあ、リベンジしに来たようなもんだよね、うん、すっごいもう嬉しい。これはもう2日間熟成したやつと、うん、今日食べるやつ、うん、刺身でいただきます。はい、よし、じゃあ次回もまた頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。